サービスラーニングとは、奉仕活動と学習活動の実践を統合させた学習方法である。サービスラーニングは、学生が教室で得た知識を地域社会において社会貢献活動を行う。これにより、学習者と地域社会が連帯することで双方に利益がもたらされる。サービスラーニングの定義は、厳密に確立しておらず、目的により多様である。 サービスラーニングは教育機関で行われるボランティア活動を教育目的と結びつき学校主催のプログラムとして行われることが多い。サービスラーニングという言葉は1967年民主主義のアメリカの下で誕生した。サービスラーニングがアメリカで誕生した背景には1960年代後半は公民権運動が盛んであり市民による自主的な活動が 社会に変革をもたらすと考えられていた。また、アメリカ社会は、キリスト教に基づく、ボランティア活動の伝統があり、奉仕活動という概念も受け入れられていた。これらにより、学習者が奉仕活動を通して、社会と連帯し、社会的責任を育むために生み出された、教育方法である。当初から明らかになっているのは、サービスとラーニングを結びける、ものである。今日 サービスラーニングは世界の多くの教育機関で幅広く用いられている。サービスラーニングの定義は目的により多様であり、一貫しているものはない。多様に理解され、用いられている。アメリカの歴史サービスラーニングの基礎は、教育学者であるウィリアム・ジェームズとジョン・デューイ。ジョン・デューイがサービスを基本としたラーニングを主張したことが発端である。そして1916年に、 ジョン・デューイが提唱した体験的教育を推進したことからサービスラーニングは発展した。ジョン・デューイは知識を教授することだけが教育ではなく体験を通して獲得する学びにこそ真の教育があるという行動による学習論を展開した。また学習者が他者へサービスを行う概念や体験を振り返るプロセスの重要性を指摘した。百六十七年 サービスラーニングという言葉が生まれた。1960年代後半は公民権運動が盛んであり、市民による自主的な社会活動が行われた。また、アメリカ社会はキリスト教に基づくボランティア活動の伝統があり、サービスという概念も一般的に広く受け入れられていた。このような文化的背景もあり、学習者が奉仕活動を通して社会と連帯し、 社会的責任を育むというサービスラーニングの理念が浸透していった。1970年代は学力やモラルの低下が指摘され、他者のためかつ自分のためになる体験学習方法としてサービスラーニングの導入が政策化されていった。1980年代は権利のみを主張する自己中心主義が広まり、金融業界の発達で学生が金儲け主義に陥っていた。 これらの打開策としてサービスラーニングという教育手法が発展し各教育現場で課外活動として実施し始めることでカリキュラム開発がされていった。1985年社会貢献を推進する大学及び大学長を会員とした全国組織キャンパスコンパクトが設立された。この組織が設立されることによりサービスラーニングが 大学教育の中で浸透していった。1990年に国家、コミュニティ、サービス条例がまとめられ、コミュニティサービスとして発展し、それが次には学習方法としての組織化が行われるようになり、今日のサービスラーニングが形成された。日本での歴史サービスラーニングが日本の大学などの教育機関で導入されるようになったのは1990年代後半であり、 一般に普及し始めたのは2000年以降である。サービスラーニングの先駆者である国際、キリスト教大学は1999年からサービスラーニング関連科目を開講し、2002年にサービスラーニングアジア会議を開催した。この会議には国内外から約30の大学が参加し、サービスラーニング推進のネットワークやプログラム作り、協力関係を構築した。 また同年の10月に ICU サービスラーニングセンターを設立した。現在では国際キリスト教大学以外に、早稲田大学、上智大学、青山学院大学、立命館大学、昭和女子大学、京善女学院大学、愛媛大学などといった大学でサービスラーニングが実施されている。サービスラーニングを効果的に実践するためには4つの 構成要素が必要とされている。その4つの要素とは、1、事前学習、に奉仕活動、3、振り返り、4、報告である。1、事前学習プレパレーション、サービスラーニングの実践活動を経験する前に、行われる、調査、研修、技術の習得などである。学習者は活動の対象となる場を分析し、ニーズが何であるかを考察、把握する。 ニーズを分析することで、学習者は実践を行う前に必要な知識や技術をより明確にすることができる。また、分析を行うことで学習者と地域社会が連携し、それにより双方に利益得られる関係を築くことが可能となる。この事前学習は活動の学習効果に決定的に作用するものであり、活動によっては数ヶ月から半年かけて行う場合もある。 奉仕活動サービス学習者が事前学習で得た知識や技術を地域社会のために効果的な奉仕活動を実践する。学習者は地域社会において奉仕活動を行うことにより責任を持った行動をとることで社会的責任を培うことを期待される。この活動は内容により活動期間は様々であり数週間から数ヶ月と継続的に行われる場合が多い。 3. 振り返り、リフレクション振り返りはサービスラーニングの中核である。この振り返りは奉仕活動の前、最中、活動後といった至るところで継続的に行われる。振り返りにより学外で経験したことと学内で学んだこととを統合することができる。また、学習者が自ら奉仕活動を分析、評価をすることにより理論的な思考を確立し、 自身の考えや仮説を批判的に見ることができるようになる。4. 報告レポーティングサービスラーニングの全体の経験をレポートやプレゼンテーションにして学内で報告をする。この報告をすることで事前学習で得た知識や技術、奉仕活動、生策が統合されることで学習者はサービスラーニングの全体をより深く理解することができる。また社会貢献の一つとして 次への課題の意見やアイデアを地域社会に向けて報告することも重要である。青山学院大学の例2008年に青山学院宗教センターがサービスラーニング方針を導入し担当者を置いた。2010年にはサービスラーニング1-2が開校された。サービスラーニング1では主にサービスラーニングの概要を学び、サービスラーニング2では奉仕活動を実践する。 実践の場として、インドに行き学生が、奉仕活動を体験する。そのため、事前学習として授業内で、インドの歴史や背景、貧困などといった社会問題について学び、ディスカッションを行っている。インドの滞在期間は10日間であり、現地の NGO 団体である、総合的地域健康プロジェクトと共に行動する。帰国後は振り返りを行い、 報告のレポートを課題としている。サービスラーニングは、強化学習と奉仕活動の関連性や、市民性の情勢、地域社会との連携が重要視される学習方法であり、かつその結果が地域社会のニーズに貢献する活動である。それに対し、ボランティア活動は、奉仕的な精神の育成や自主性の要請に重きが置かれ、地域社会における奉仕活動に意味はあるが、 強化学習との関連が必要とされない。また、サービスラーニングは一般的にカリキュラムの一部として組み込まれているために第三者の評価が伴うが、ボランティア活動の場合は自発的な活動であるために第三者からの評価はない。しかし、ボランティア活動と強化学習に関連性があり、振り返りと報告が行われ、 計画的また継続的に次への活動へと結びつき、第三者からの評価がある場合は、サービスラーニングの分類に入ると考えられる。インターンシップは主に、大学生や高校生が、自らの選考や将来のキャリアに関連した職業体験を行う制度であり、企業にとってはリクルート活動が目的の場である。インターンシップを行う目的は、学生が 職業意識を高め、実体験による技術能力向上、大学、高校と企業が連帯することで人材受給が見込まれることである。インターンシップは大学、高校が対象となるのに対し、サービスラーニングは幼稚園から大学までを包括するプログラムがある。また、サービスラーニングは見返りを求めない奉仕活動に対してインターンシップは有給である場合や、 職業意識やスキルの向上を獲得することができる。インターンシップは主に企業が活動場所に対して、サービスラーニングは地域社会を活動場所とする点においても相違がある。しかし、インターンシップのプログラムが地域社会のニーズに合ったもので、市民性の育成や社会貢献という視点を満たし、かつ振り返りと報告を行うものであるならば、 サービスラーニングの一部に入ると考えられる。サービスラーニングは報酬活動を行う学習者とそれを受ける側には双方に報酬が得られる関係である。学習者と地域社会の両方に利益が得られる関係であるのもサービスラーニングの特徴である。学習者と地域社会ではどの点において有益であるのかのそれぞれの立場から提示する。まず、 学習者にとっての有益な面を提示する。学習者はサービスラーニングを行うことで主に4つの能力が鍛えられる。1、人間関係能力。に自己理解、他者理解。3、問題解決能力。4、主体性である。学習者は学外の人たちと触れ合うことにより、幅広い年齢層の方々と交流することによって、人間関係能力を向上させることができる。 また、奉仕活動や振り返りを行うことで、自身を見つめ直すきっかけとなり、他者へ思いやる気持ちをも育むことができる。これにより自己理解や他者理解へとつながる。ニーズの分析や振り返りを、活動前、最中、後に何度も行うことで、自身の課題や社会問題などに目を向け、どうしたら解決できるのか考える時間が与えられる。それにより、 問題への意識と改善する能力が高められる。サービスラーニングを行う学習者には積極性が求められる。それにより、自ら考えて行動する能力が向上する。次に、地域社会では、どの点において有益であるのかを提示する。地域社会にとっては主に3点が挙げられる。1、次世代のリーダーの育成。に問題認識。 解消3、新しい発想と想像力である。学習者が地域社会と連携し問題や課題に向き合い、また実践する場が与えられることによって、リーダーシップを養うことで良き人材を創出することができる。また、直面している問題と向き合うことで、問題に対する認識や誤解を解くことにもつながる。そして、若い人の視点が入ることにより、 新たな対策やアイデアを得ることができる。このようにサービスラーニングは相互作用の効果があり、一方的にはならないのが特徴である。ありがとうございます。